超よく見てましたね。ここで岡本がボールを切ってきた。さあ岡本、いいですね、ここはいいぞ。さあどうだ、コンサドーレチャンス。いやー素晴らしい、コンサドーレ札幌先制。前半の6分、首位セレッソ大阪のゴールマウスこじ開けた。よく見ていてくれたっていうところですね。あとはここで転ばなかったことと、最後もうワンドリブルしたところの落ち着きは素晴らしかったですね。山村さん、このバランス良かったですよね、岡本選手の。あそこでね、なんかそのファウルを要求するような姿勢がなかったっていうところがっていますが、クライトンがボールをキープして、さあここは田中修斗とのマッチアップでこぼれたボール、岡本シュート行った。後半立ち上がり早々、札幌岡本のゴールが決まりました。2対0。いや立ち上がり早々でした。いや木島さん、これ一人で持ってって振り抜きました。後ろからですね、川島選手がもう少しカバーの距離感詰めてくるような感じにしておけば、もしかしたらこの仕掛け、はい、流れを変えられる選手というのが砂川です。さあ桐永を中で、いやいいボールですね。さあクライトン、今度は岡本、いやー素晴らしい。コンサドーレ札幌クラブ J リーグ通算600ゴール、先制点はコンサドーレ札幌。ネットを揺らしました。まずここの桐野選手のスピードからよくいいボールを折り返してクライトン選手ためましたよね。もう抑えの効いたシュートでしたね。まあ、今シュートもお見事でしたが、クライトンのパスも素晴らしかったです ね。 そうですね、ここでしっかりと溜めて、しっかりこう優しいボールを落としてあげてですよね。スターは今日は試合開始早々は湿度も高くて相当暑い中で、この雨ですから、これ観戦する応援するサポーターも大変です。さあ抜け出してチャンスになるか、浮かせてループはゴール入った。先制点はコンサドーレ札幌、岡本が決めました。手元の時計、後半の8分、そうでした。今のプレイ、バックパスで返そうとしたんですかね。この隙を逃しませんでした。いやでもシュートは落ち着いてましたね。落ち着いてましたね。しっかりゴールキーパー見てゴールに見えてますね、はい、岡本が決めた試合、こういうところ、そうですね、意地を見せたい熊本、しかしボールは札幌です。大きくサイドに振って岩沼、オーバーラップは高木ですが、いいボールだ、これはよく見えていました。ナイスコントロール、1対1、シュートになった。決定的な3点目は岡本、見事なゴールが決まりました。まあ、このボールですよね、これがもう完璧ですよね。そうでしたね、視野が広かった岩沼、あとはもうコントロールも最高。案外ボール持ってる方が危なかったりしますよね、はいはい、左サイド上がっていくのは岩沼、ね、岩沼からグランダーのボール、さあシュートいけるか、内村戻して遠目からシュートいって、これは振り抜いた、岡本のゴールが決まりました。2対1。前が空いたところ、背番号17番、グランドをうまく利用したイゴレさん、ここは内村がもうここで前向いたので、はい、相手のディフェンダー足止まりますから。東京ヴェルディ川勝監督、牧投入。さあここは上原のヘディング、どうだ、ポストに当たってこぼれたところ押し込んだ。勝ち越し再びコンサドーレ札幌、最後は今のプレー、上原のヘディング、そしてこぼれたところ、岡本が押し込んでいます。これはルーズボンドだった、札幌チャンスになる。再び岡本かかわしてシュート決まった。4点目、コンサドーレ札幌、途中投入の岡本、今日2得点目、東京ヴェルディを突き放す決定的な1点です。まあここ川井選手、ここもうまかったんですけど、その前のボール取ったところですね、はい、あそこがもうね素晴らしい。